1>, 結構1回あたり30分ぐらいのコース沖縄ビジネスサテライト。 沖縄県内の法人は約2万5000昨年だけで1800社ものの会社が誕生しておりますこの番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業のサポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けいたします毎週ゲストに県内の経営者をお招きし開発秘話や大ピンチ話などぶっちゃけ話などを聞き出しますうちのアンチュの皆さん あなたがよく知っている商品や会社の裏話聞いてみたくないですか皆さんこんにちは沖縄ビジネスサタライト本日の代表 MC は、えー、私シーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの近所を務めお送りいたします、えー、まずは、えー、簡単に私の自己紹介をしておきましょう私は企業および 個人事業者の資金調達を含めて課題を解決するための事業計画作成。まあ、具体的には企業のですね、まず現状把握を行って、その企業のどこにボトルネックがあるのか、あと、えー、どこにまたですね、隠れた経営資源があるのかを見つけ出して、経営者のですね、頭の中にある課題を計画書という紙にですね、落とし込みながら、えー、創業の計画から既存事業と新事業の相乗、えー、効果、 シナジー効果が見込める計画書のサポートや、まあ実際にその計画書が予定通りにですね進むかどうかのですね、P.D.C.A. 支援、プラン・ドゥ・シーチェックですね。いわゆる計画から行動、えー、チェックを行って新たな行動ということのサポートを行って、えー、おります、えー。沖縄ビジネスサプライド、えー、今日はですね私がこの番組をナビゲートしていきます。<laughs> 早速、えー、ゲストの方をお呼びいたしましょう。えー、本日の、えー、ゲストはですね、えー、有限会社寿貴ランド、えー平、平社長にです、ね、お越しいた,いただきました。ラ社長、えー、こんにちは。こんにちはよろししくお願いします今日はですね、も今年も明けてですね、はい、明けましておめでとうございます。ですね1月のですね、まあ、8日っていう形でですね、まあ、皆さん 仕事で,でも初、えー、めてですね、えー、やったばっかしっていう形でですね、まあ挨拶もあるとか終わって、まあ、これから本格的な、えー、ですねお仕事っていう形で、えー、なっていきたいと思いますんで、もう令和のですねもう2年でですね、えー、昨年の元年から2年にっていう形で、うすられまして、えーまあ、変わっていくというような感じになりますんで、一つよろしくお願いいたします。はいいよろししくお願いしますす、はい、早速ですが 平社長のですね、えー、お仕事はどんなお仕事をされてるか、ラジオのですね、えー、お聞きの皆さんに、 御社のご紹介の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。弊社有限会社ことぶきランドはですね、あのハイバル町あざ宮平にあります。まあなあの皆さんのよく分かっている施設で言うとハイバルジャスコの近くに位置している会社になりまして、ジャスコはいそこの近くでですね、あのことぶきスイミングスクールはい。まあスイミングスクールとことぶきイサービスおじいちゃんおばあちゃんが通われる通所介護のですね施設とあと学童学童はい学童事業所とあとちょっと障害を持っている子どもたちの あの自動デイサービスということで、こちらも学童ですね、を経営している会社になります。あ、自動デイサービスもされてるんです。はい。そうですか。はい。合わせてですね、あの富城の方では、えっと、住宅型、ゆあ、有料老人ホーム、有楽地というですね。あの老人ホームも経営しておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。幅広くやられてますね。ありがとうございます。 あダル社長は会社は創業っていつ頃なんですかえとこちらですね創業が1986年の4月になっておりまして1986年4月、はい、今年でおかげさまで35年目を迎える<あ>っす35年目ということで、はい、ということはダ、はい、ル社長は創業ではの,の 社長ではないですよね。あ、そうなんです。あのこちらのことぶきランド自体はですね、あの私の社長、あごめんなさい、私の父、あの平俊彦が三十五年前にあの創立した会社になっておりまして、え昨年の四月にあのお客様であの私の方でですね、あの事業承継をさせていただいて、またこの会社を盛り上げていこうということであの今頑張らせていただいております。え昨年じゃ事業承継をされたっていうことなんですか。はいそうです。あじゃまさにあれですか。 えー、令和に変わられた時に、そうです,、ね、ですね。平成から <laughs>、はい、時代の変わりとともに我々の会社も変わってきたと <laughs>、はい、<laughs> いう感で、<laughs> そういう形で、はい。になられたんですね。はい。あ、そうだったんですか。まあ、三十五年ですね。五五年ということはもう。 社長が本当にまだちっちゃい頃に会社ができたっていう感じでということなんですね。はい、あいうなんですうんですかで先ほどですね、まあ、いくつかですね、あのーまあ、スイミングスクールとかですね児童、えー、デイサービスとか、まあ、学童とか有料老人の部分の介護事業とかいろいろ、はい、まあされてるっていうお話の中で。 えーまあ、実際にです、ねまあ、サービスの内容というので、もう少し、えー、ラジオのお聞きの皆さんにお伝えしていただけないでしょううか、はい、あ,ありがとうございます、えーまあ、先ほど申し上げたようなあの事業形態で、われわれの会社やらせていただいているんですけれども、うん、まあちょっとあの歴史をお話ししながら、はい、あの説明させていただいた方うが、はい、分かるかなと思いますので、はい、あいま35年前、はいあのー、今、会長、まあ、仙台社長がですね、はい、あの早原町のこの土地で、はいえと、やっぱ地域の方々のための健康増進サポートをしたいという思いがありまして、 そこからですねスイミングスクールに通われた会員さんが、うん、まあ当然子どもたちをメインとしながらうん、うん、またその健康に意識の高い、うん、そういった成人会員さんたちがおっしゃ、うん おられましたのでまたその月日が流れるに合わせてですねうん、うん、そういった方々もお年を召されてきてですねなかなか自分一人で日中暮らすの大変だよっていうお話を聞いてああそうですかっていうお話をしながらそこからあの介護保険制度っていうのができましてうん、うん、この制度を使った事業所があれば。 ここのの会員さんたちのたちめにななるかもしれいいということで通所介護デイサービスを立ち上げまして、うん、またそこから月日が流れまして、うん、まあその通所介護を通,通っていただいた方々もですね日中もそうなんだけど一人で暮らすのが大変になってきたよそういったお話を聞きながらあまた我々に何かできることないかねっていうふうに考えているところで、うん、あ老人ホーム作ればいいじゃないかと,うん、うん、ということであの富城の方で行、うん、の 先ほど申し上げました老人ホーム有楽樹っていうのを立ち上げたところでございます合わせてですねやはりあのどうしてもスイミングスクールは子どもさんがメインの事業所になってきますので、うん、その中でやはり、まあ、近隣小学校からいろんな児童が集まってきてくれるんですけども、うん、やはりあのスイミングスクールのベンチとかで宿題やってる姿を見て、うん、あのこの子たちがいられる場所ないかねっていうところであの、うん、学童を作ったりとか、うんうん、あとは、まあ、最近ちょっとね あの医療の進歩もあるかと思うんですが、うん、やはり障害を持たれている子どもたちが多い中でですね我々が何かできる支援がないかというところで、まあ、頭を悩ませたところで、うん、あの自動でサービスという。 そういう制度,制度がありますよということでですねそこから今の事業、われわれ寿きランドの形がなっているというような状態ですすねね、うん、なるほどで本当にあれですね、今、最初のですねご老人向けのですね、まあ、サービスのとこから少しいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、うん、沖縄県って残念ながらですね長寿県からですね、はい、もう落ちちゃってですね、はい、なかなかですね、まあ、やっぱり。 今、えーまあまあ、沖縄県も頑張りながらテレビ CM とか流しながらやってるんですけどなかなかやっぱりですね健康長寿っていうのがですね戻せるかっていうのその中でやっぱりですねまあ 貢献していくその部分のビジネスと、うん、いう形で、まあ、平良社長のところは、まあ、されてるとあそうありたいなと思っておりますよねそうなんです私もですねやっぱりね非常に残念でですねせっかく長寿県って言われながらいいイメージで沖縄県にあったんですけどねやっぱりねあのまあんですかねアメリカ食なんですか何ですか何ですかね沖縄県の部分でもですね何か聞いてる話ではまあ本当に どから年齢が高い方々のご老人の方は健康なんだけど私の年齢の近辺含めてですねその65歳以下の方々が、うん、もう 不健康といううでなるほどそうですねやはりもう今金城さんおっしゃったようにですね、はい、我々もちょっと、まあ、自分自身も合わせて危惧しているのはですねやはり今、まあ、我々のお客様というのがそうい、うん、った意味では生後半年のお子様から102歳の方が、うん、まあ最高齢という形で,で、ね、とても幅広い他世代の方がうちの会社に来ていただいてるんですけどもやっぱりいろんな一人一人お話聞いてる中で、うん、やはりあのその高齢の方々っていうのはですねその 戦後復興、はい、沖縄をやっぱり下支えしてくれた方々、はい、その方々がいてくれたから今我々こうして生活してるなって思うんですけども、うん、やはりその方々の若い頃のその戦後復興時の話を聞いてるとですね、うん、とてもたくさん体を動かされていた、うん、もう本当に那覇から糸満までよく歩いたよとかそういうお話聞く中で我々車に乗って移動しててこの5年齢になった時って歩けるのかなとかそういったあの心配もありまするんですけどもやっぱその中でも本当に。 ね、元気なお方もいらっしゃれば、うんまあ、なかなかちょっとまあ そういった方々のためにわれわれの施設はあるんですけども寄り添うためにまあなかなか気分が上を向かないという方もいらっしゃいしますがやっぱりその共通してとてもあのお年を取られても元気な方っていうのはやっぱりお肉をよく食べる方、うん、当然お肉とお魚バランスよく食べて楽しくゆんたくしてる方っていうのがやっぱおとしめされてもですね,ですねとても元気な方だなかっこいい人だなと思いますので皆さんたくさん食べてたくさん動いてたくさんゆんたくしましょう。そそうでですすすよよねねの通りだと思いま本当にです、ね 本当に私の父もですねつい最近まで入院したんですよ。入院しててですね結果としてお医者さんから言われたことは運動しなさい運動しなさいということでなかなかだったんですけど億劫だったんですけどね1万歩万歩歩きなさいって行ったりとしたんですよ僕はお水2リッター1日一1万歩ってねそういう話してたら。 最初はとてもじゃない、歩けない。うんうん、でね、四五千歩が良いって四五千歩って。うん、言ってたんですけどね。で、まさにですね、この間聞いた時にですね、もう、ですね、一万歩超えてるんですよ。あ、すごい。なんか心が、心あ,<ー>あの楽器を変わったっていうかですね。うん、で、本当に歩くようになってですね、もう一、ん、万歩がですね、結構歩けるように、うんうん、まあなってきて。まあこれだったら、もう、 入院することまた当分ないねっていう形でですねうん、うん、話はですねうん、うん、ましてですねやっぱり動いて歩いてまあおいしいものもね含めて食べながら、まあ、笑顔でっていう形でですねやられたら非常にいいですね老後が。はい そういった意味で私も今金城さんお話聞いてて思ったんですけどもやはり元気な方っていうのは何にしても目的意識を持ってる方とまたそれを人にお話しするのが上手な方がとても元気だなっていうふうに感じるところがありましてというのがうちもやはり沖縄県内デイサービスがいくつかある中でちょっと特殊かなと思ってるのが先ほど申し上げたようにスイミングスクールから始まってる会社になりますのでそのデイサービスの活動 リリハビリテーションの中にその水中に水運動という形ですねプールでの活動が入ってるというところがありまして我々の会社に入ってあのそのデイサービスに通っていただいて初めてプールに入ってみたいよっていうお年寄りの方もいらっしゃるんですけどもその中であのまあスイミングスクールから始まってる会社ですので、うん、いろいろ大会に関する声が多いんですね。そ、うんまあ、その中でで障害者水泳大会とかこ初めてて入って 恐恐る恐るプール入った方が今はそのまず沖縄県内大会でメダルを獲得されたりとかもっとストイックなっていう九州大会行かせろっていうことであの我々もまたそれは楽しいので九州大会行った後さらに上を目指されてですねあの全国国体に 昨年から、えー、3年間あごめんなさい2016年、2018年、2019年ですね、はい、おかげさまで全国大会に毎回だれ出られる方がいらっしゃって、ね、素晴らしいですねべ、はい、て国立の金メダルがあのうちの会社に、はい、あの並んでるので、はい、何この会社って初めてお越しいただく方は言っていただけるんですけど、はい、やはり目的意識と、はい、あのなぜは自分は頑張るのかという目標宣言をですねうん、うん、周りにされる方はやっぱり元気な方が多いなという風なそういった印象があります。 お父様もやはりなぜ歩くのかっていうう考えて、はい、そ,しそれをまた近所さんにお伝えすることでまた奮い立たせてるのかなというようなイメージがありますお医者さんと一緒ですあやっぱり親ですから、ね、いつまでも,も元気で長生きうん、うん、やっぱりな寝たきりで長生きっていうよりかはやっぱりね、うんえー、本当元気で楽し自分自身が、ねうん、動けて。 おい、ね、しいのも食べてよくあのね運動していろ、うん、んな人と会話ができてっていう形でそれで長生きもう長生きしても、ね、ずっとベッドの中で、ね、やっぱりいるっていうのはやっぱそれはちょっとある意味寂しいところもあるのかなっていうところで,です、ねまあ、そうなってほしいなという感じでですねずっとお元気でいてくれたらそうですね、はい、いいかなと思って、うん、あまあ今その ご老人の部分のビジネスからですね。うん、今度逆にその本当に先ほどですね、えー、まあプールをされてたということもあって、うん、この、えー、まあ、えー、自動ですね、えー、まあ学童とかですね、えー、まあさらにですね、あのー、もう自動デイケアっていうところもですね、うん、まあしているっていうことで、これもまたあのー、すごいなっていう形でですね。そうですね。やっぱりその。 その高齢者の方々への,そのサービスと児童の子どもたちに対する教育機関がまあ,ある事業所になるのでまやってて面白いなと思うのはやはり高齢者の方々からはまあ当然あのそういったリハビリに対するサポートをさせていただくんですけどもやっぱ昔の沖縄こうだったよこういう気持ちでいなさいということであの逆に教育してもらう部分も我々職員あるんですけども逆に児童の方はですねまたその おじいちゃんおばあちゃんから教えていただいた私たちがそのまた子どもたちにそれをお伝えすることでですね、うん、その子どもたちもまたそれを聞いてあの、うん。 やっぱ成長していいく段階っていうのが見えるんですね特に学童であれば1年生から6年生までいますので、うん、1>, 1年生の頃はもうとてもねあのなかなか不安そうな顔して入ってきた子たちが6年生になると逆にまた僕らが接してたことをまた低学年の子たちに教えてあげてくれたりとかするのでうん、うん、あ,あ子どもの成長ってかっこいいなって思いますのでうんで是非ともそういったねあの我々もこのことべきスイミングスクールとその学童もですねうん、うん、将来的にその子たちが大人になった時に、うん、あの先生に出てくる 出会えたたかからあの時っねそう言っていただける事業所を目指せたらなということであのスイミングスクールだけじゃなくて、うん、やっぱり。 そのやっぱり人間って楽しいって思うのって、うん、新しいこととの出会いだったりしますしあとあと考えてみたらあの時やったからまたできるよっていう、うん、まあ私にとってもこのラジオ収録っていうのもとてもチャレンジではあるんですけども、うん、やはりあの <laughs> <laughs> やっぱりその新しいことをするっていうのを子どもたちにもまた提供したいなっていう時ですね、はい、やっぱ自分やったことあるからやってごらんよって言えるようになりたいなっていうのもありまして、うん、なのでスイミングスクールだけじゃなくて、はい、やっぱいろんな その会社さんだったりとか、うん、我々が作る社会科見学だったりとか、うん、こういう説に友達と一緒に行ったらどうなるんだろうとかですね、うん、そういったなるべく機会の提供って言いますか、うん、子どもたちに非日,日常のプレゼントをしたいいなとううふうに思ってます、うんうん、それの上で子どもたちが成長してくれたらこんなありがたいことはないかなというふうには考えております。うん、もううななんんかかすすごいいでね ゆりかごからなんていうかちょっとあるんですけど墓場までっていうかですねその間のところを全部ですねあそうですね。とそ言いってもね人間的なお仕事っていうんですかねとこですよねもう本当にねコミュニケーションとかがすごくやっぱり大事になられてくるっていうことで。おっしゃる通りも 従業員一人一人がやっぱその人が喜ぶ企画を考えるのが好きでいてくれるので、うんうん、私自身はとてもありがたく考えてるんですけども、うん、やはりもうおっしゃる通りコミュニケーション、うん、もうこれが一番大事なお仕事かなというふうには感じてますす、うん、そうででよねあの、えー、田田社長は、えー、昨年代表者になられたというところで。 もうあれですか、学校を卒業した時からも、もう、もうゴッドムキランドにいらっしゃったわけなんですか。あ、そうですね、えっ、ー、と、私自身は、その高校在学中までは、沖縄県内に住んでたんですけど。はい、ちょっと大学の進学で、はい、あの東京の方に、はい、まあ内地の方に、ちょっと進学させていただきまして。はい、まあ、そこから、えー、まあ、東京の会社に一時期、就職してですね、はいはい、まあ、その三十。 にになっったタイミングでこの沖縄に戻ててきて、はい、父のちょっと手伝いをさせていただきながら、まあ、昨年の事業承継を迎えたっていう,う,、はい、ていう,う感じなんですか。はい、そいうですか。はい、じゃあえー、っと最初は、えー、まあたま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 じゃないですけど、まあ、本土の大学の方に行かれて、うん、でそこで、えーまあ、東京に行かれたということもあって、うん、でそこで、えー、ご就職をされててでじゃあ。 あの社会人のビジネスマナーとかそういったものはその本土の事業者の方でいろいろ勉強して学んできたはいろんな、まあ、たくさん怒られましたけども <laughs> おかげさまでですねやっぱりいいいい経験させててたただいたなと思ってますそれから、えーまあえー、何年か働いて、うんえー、沖縄に戻られて、うん、それが、えー、30, 歳,30歳,の歳のタイミングで、はい、あの沖縄に戻ってこようというようなこと、はい、でですね。ははい、はい、はい という形でやられたわけなんですね。うんはい、最初じゃそのお父様のお仕事を手伝いしたときに、うんはい、それったときに今までされた仕事と、えー、ね、えー、今の事業とですね、うん、同じ仕事ではなかったわけなんですよね。うん、そうですね。はい、どんな感じでしたその辺のところ、はい、そうですね。今思い返してみると、うん、その最初まあ内地で。 働いいてた頃のの仕事っていうのは不動産関係のお仕事だったりしたのでまあそのやっぱその事業の効率性だったりとかどうやったらもっとお金が稼げれるのかとかまあそこら辺はちょっとシビアに考えるようなことが多かったではあるんですけどもまあそこからこの今のことぶきランドという会社に入って先ほどもお話があったようにですねやはり人と人のつながりコミュニケーションというのが一番大事だなというところであまりもちょっと効率効率とか効果的効果的みたいにしてしまうとなんか やっぱ冷たいなっていう風にのが私自身も初めにちょっとギャップとしてあったんですけどもこの違いは何だろうって思った時やはりあの人同士のコミュニケーションのっと情を通い合わせることが大事かなっていう時にはやっぱり肌を触れ合わせたまあ 体験だったりととかか、うん、一緒にあのイベントしよようそういうことでまあ効率性は当然大事ではあるんですけど、うん、その前に人としてっていうことをちょっと考える仕事だなということは改めて感じたのが、まあ、その差といいますか今までのやってたこと,と違うけども、うん、とはいえやっぱり今までその効率性もあったからこそ,その情を入れても情だけに入れすぎずに、うん、その重いとそろばんっていうんですかね この電卓とこのといいいバランスが大事だなっていうのは前の仕事があったからまた逆に思うことかなっていうふうに思ってます下手にはまた上だけにしてしまうとこうバランスが崩れてあのボランティアだけまあボランティアも当然大事ではあるんですけどちょっとあまり継続しない形になってしまうとせっかく 我々を頼ってきていただいたお客様を、うん、あちょっとごめんなさい会社できませんっていうふうな形にはなってしまうとそれはよくないので、うんうん、やっぱどうしてもこのバランスがこの福祉業の経営するにあたっては大事かなというところでですねそうですねおっしゃる通り、はい、そり介護のですね、うん、介護報酬という形で受け取るということでなってますので,、うんはい、でその中で、まあ、もちろん、うんえね、介護の中でなんですかね 中の事業報酬ともらえるところとそうじゃないところもやっぱりあるじゃないですかその中でね本当に借金通りで効率で効率でっていう形でやったらそこにやっぱりんて言うかねその冷たさが出てきてコミュニケーションとはちょっと程遠いやっぱり対応になってしまうということもあるはいうこともあるということですね。経営だからやっぱり で収入が入る仕組みを作らないと、うん、やっぱり、ね、ボランティアばっかりしやってたらで会社が赤字になってしまったら、うん、会社自体がやがて、ね、給料も払えなくなったりとかですねするっていうところもございますよね。このバランスを取るのがまあ難しいかなとは思いつつもやっぱりそのバランスはどうしても大事だなっていうふうなことが今ちょっと私も 今使用し、えーまあ、社長として1年目がようやく終わったところで、はい、これからあのさらに勉強をかけてそのバランスをもっと磨いていきたいなと思っているところであります。すそうで、ん、ね。はい、私も実際にあの介護事業者さんをサポートさせていただいているときがあってですね、うんうん、非常に本当にまさに今のところの部分で。あのまあ ちょうどですねあったんですけどねその老人ホームとやっぱりその辺の設備投資がいるじゃないですか、うん、早く軌道に乗せて利用者を増やしていきたいっていうところででも体制ができてなかったら、うん、なかなかそれも含めてやれないっていうところもあって、うん、経営者の方はもう本当に頭を悩ませながらですね、うん、もうそういったところがあってですね、うん、まあ えーまあまあ、特にあの、えー、介護事業だけじゃないと思うんですけど、まあ、世の中今沖縄もそうなんですけど人材不足というのがあるじゃないですかやっぱ人も仕事はあるけど、ね、人がいないと対応ができないっていうところもあって、うんうん、そこにずっと、はい、もうなんか。 のものですながでよ、らもですね。それをいかにしてまあ、うん、なんていうんですかねなだ、まあ、めるとおかしいんですけどね、経営者の方なんですけどね言葉を組みにこぞえて,てあとまたスタッフの気持ちがねでスタッフスタッフでやっぱり、うん、そのあ,あって、まあ、スタッフは今度経営のことまた考えてないですからうん、うん、で、それをですねうまくあの合わせながらですね、まあ、やっていったなっていう形でですねうん、うん、のがちょうど今会議の話を聞いてですね 思い出しましまたはやあのー、ですね、えー、続きもですね、えー、またですね次回も聞いていきたいかなと思っておりますのでえー、ですねあのー、今日は誰しうありがとうございましたあの、うん、ラタですねえー、これからいろんなまた話をちょっと聞きたいな後半に聞きたいなと思ってますので、はい、えー 1月8日の方はこれで終了させていただきたいなと思っております。ありがとうございました。この番組は、えー、沖縄の企業を、えー、元気にするシーマーコンサルティング株式会社、えー、株式会社、えー、キャリアスタディの、えー、提供で、えー、お送りいたしました。えー、というわけで、えー、次回も水曜午前10時半沖縄ビジネスサ,サテライト えー、来週もですね、えー、引き続き平社長の方で、えー、後半の方を話していただきたいなと思っております、はい。それでは次回も、あの人に学ぼうお厳しでー